今年1年自分は成長できたんだろうかっていうね、これすごい重要なことなんだよ。ものすごい重要。決意、実践、反省、これの繰り返しだから。反省しないとさ、全然修正できないじゃない。だよ、はい、今日もどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、あと1日ちょっとで今年が終わります。いや早いよ、はい、本当に早い。マッハだ。マッハでしたね。55ぐらい早いな。55、いや本当早いね。はい、うん、55、うん、はい、はい、だよ、うん、あのめっちゃ早かったんですけど、早いよ。あの今年中に、うん、もう1日ちょっとしかないんですよ。あ、1日ちょっとしかないね、はい、この1日ちょっとの間で、うん、今年中にやっといてほしいこと、うん、今年あと1日で、はい、だってこれ夜放送だからさ。そうです。もうあとはもう31日のさ、はい、笑ってはいけない見て終わるよぐらいなレベル感なんですよ。っていうか笑ってはいけないやらないからね。ああそうか、うん、やっぱりもう二度と帰ってこないんですかね。帰って、いや帰ってこないかね。もう寂しいね。寂しいっすよね。本当に寂しいよ。本当ですね。大悟、大晦日の大晦日どうする予定なんですか。大晦日はお母さんと旅行行ってるからね、はい、あそうなんですね、うん、でもライジンがあるからね。あ、格闘技。そう、もう本当に楽しみです、はい、あ、格闘技見るんですね。はい、楽しみですね。あ、そうなんです。大悟、うん、そんな大悟が格闘技見てる中、うん、残り 1. 何日いや、うん、むしろ人によってはもう残り数時間しかない。いやでもね、はい、もう僕思うけどね、はい、今年1年内観できるかどうかだよね。内観、内観、はい、本当に今年1年ね、やっぱ振り返る時間って絶対に必要なんだよ。僕は必ず大晦日の日は絶対に振り返るんだよ、うん、そうなんですね。必ず振り返る。何を振り返るんですか。今年1年どうだったのって、もうちょっとなんとかできたんじゃないのって。へー、だから一人反省会大晦日必ずするから、うんうんうん、今年1年どうだったかってことを、うん、必ず大晦日は絶景の場所の露天風呂行くから必ずそこに入りながら、はい、露天風呂なのに、はい、紙とノートとペン持っていくから。そんな人見たことない。露天風呂ってそういう場所じゃないんですよ。大悟、露天風呂にノートとペン持ってる人、あの人生の中で今初めて見させていただいてますよ。あ、本当、はい、まあ、たまに話しかけられるけどね。あ、そうなんですね、うん、なんで何してるんだい、何してるんですか、何してるんだい君はみたいなね、はい、そうですよね、そうですよね、うん、いやもう人生を見つめ直してるんですみたいなね。回答するんですね、うん、そう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 、いや、そうなんだねみたいな。すごい理解ある。あ、そうなんですね。だから本当に内観する時間を絶対作んなきゃいけない。あ、そうです、ね、今年1年どうだったのって。どうだったの。そう、だから僕思うけどね、うん、やっぱり決意で決めるでしょ、うん、何を決めるかって実践することだよ、はい、実践すること決めるでしょ、はい、実践すること決めたから、はい、あとは本当にそれを実践できたのかどうかっていう反省会、もうこれの繰り返しなんだよ。決意、実践、反省、これの繰り返しだから。そうですね、でもさ、そこで反省しないとさ、全然修正できないじゃない。いや本当そうなんですよ、うん、これ2つのパターンがあって、うん、まず振り返る時間がないっていうのと、いや振り返る時間がないなんていう、それはもう言い訳だよ。時間は作るもんだから、そうそう、もう絶対その振り返る時間は作らないといけない。しかも大晦日なんてさ、はい、もうこの30、31なんていうのは本当内観しないといけないよ、はい、今年1年どうだったのって。これはもう絶対作らないといけないと思うよ。そうですね。あともう一個はなんかあの、うん、振り返るとなんか自分ができてないのを認識するのが怖いみたいな。そういう人はそういう人でいいんだよ、はい、全然構わない、うん、だけど本当に進化していきたいのであれば、うん、そんなこと言ってる場合じゃないじゃん、うん、時間も短いしさ。そうですね、時間は有限だからさ、はい、だから本当に僕はいつもそうやって自分のことを振り返って、うん、もう本当、あ、今年そうだったよねって、うん、だからもうもっとこうしていかなきゃいけないのに。だからそうやって内観していくとね、いろんなアイデアが出てくるから、うん、その場で書いていくんだよね。もあ、なるほど。ノートだよ。どう使うんですか。いや、小さいノートだよ。小さいノート、あのコンビニで売ってるこんな小さいやつめっちゃ一番小さいやつ。あ、こんな小さいやつ。ちっちゃい、ちっちゃい本当に僕の近くのこれセブンイレブンにはないですよ。いや、あるあるあるあります。あるある。このちっちゃいサイズ感あります。あるある。あ、そうなんですね。これなんていうサイズなんですか。A マイナス5。A マイナス5。あ、そうなんですね。マイナス単位のやつあるんですね。あるあるね。あ、そうなんですね。これ露天風呂の人もよく気づきましたね。それノード持ってるねみたいな。だから振り返ったらね、いろいろ出てくるさ。はい。うん、本当にいろいろ出てくるから、はい、そこで。もう絶対的に自分の中でその反省っていっぱい出てくるから、うん、同じ鉄を踏まないように、うん、2022年の反省は、はい、2023年同じ鉄を踏まないようにっていう教訓を生かしていかなきゃいけないじゃない。そうですね、人間はさ、記憶力の欠如でさ、はい、そういうことを忘れていくんだよね、はいはいはい、
だからそれを忘れないように、はい、2023年、本当に1年のさ区切りだからさ、はい、1月1日ってさものすごい大きな区切りじゃない、うん、そうですよ。だからこの時にさ気持ち切り替えて何か新しいことをスタートしなかったら、はい、もうスタートできないよ。あの大切ですよね。民間の中で、はい、区切りは2つあるんだよ。大きな区切りって2つ、はいはいはい、教えてください。だからこういう区切りをきっかけに何かものを成し遂げるっていう決意の場が2つある、まあ、僕の場合は2つじゃないけどね、うん、1つが1月1日でしょ。1月1日、うん、でもう1つが誕生日なんだよ。あ、誕生日を境にってよくあるじゃない。あります、うん、髪の毛絡んじゃってる。絡まんぼう。指輪と髪の毛、僕のジャニー人形の髪の毛が絡みました。だよ、はい、新しい教材が完成したみたいですね。いや、なかなか大変でしたけども、はい、一生懸命作りました。龍に羽が生えたごとく一気に駆け上がる7日間チャレンジというね、はい、1日1話配信する7話のストーリーを、うん、はい、作りました。あ、最高ですね、はい、これどんなストーリーなんですか。2023ロケットスタートするために何をしていけばいいかという7つのメソッドを新たにお届けしたいと思います、はい、いつ販売開始なんですか。12月30日です。12月30日のお昼に発売開始になります、はい、ぜひチェックしてみてください。ありがとうございます。誕生日とそれから、はい、1月1日、1日、うん、あと僕の場合やっぱり節分というのもすごい。あ、2月3日ね、はい、3日節分の日、はい、まあこれが一つの区切りなので、はいはい、やっぱこの3つの区切りっていうのは自分の中でこう大きな区切り、うん、だから2023年1月1日から2月の3日までの間で、うん、僕は前にも言ってると思うけど、はい、長期計画、中期計画、短期計画ってある中で、うん、やっぱりスタートダッシュ、ロケットスタート、スタートダッシュ、ロケットスタート、スタートダッシュ、うん、マリオカートやってたでしょ。マリオカートやってました。マリオカートやってる中で、はい、マリオカートで一番大事なのはロケットスタートできるかどうかなんだよ、はい、あのサインと同時にビーって押せるかどうかです、ね、そう、あそこで、はい、もうかっこよくスタート切れるかどうかだよ、はいはい、ここに命かけてるじゃない、はい、マリオカートって。マリオカートってそうです。そうでしょ、はい、あそこでうまくいくときもあれば、はい、うまくいかないときもあるさ。あります、あります、ね、やっていくうちに、はい、だん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 ロケットスタートできるようになっていくじゃない、はい、そうです、そうです。もうあれと一緒でさ、本当にロケットスタート切れなかったら、はい、2023年は絶対ロケットスタートというか乗っていけないんだよね、うん、上昇気流に。だから上昇気流に乗っていくためには、1月1日から2月の3日っていうこの短い33日間の間に、うん、自分が一体何を成し遂げ、何をやり遂げられるのかってことにフォーカスをして、この33日間に自分何をするかって全部決めてるから。もう、あ、そうなんですね。もうこれ一つのリトマス試験紙だよ。2月の3日、はい、審判がジャッジメントデーが2月の3日だから、はいはい、ここで自分が絶対これを成し遂げるとやる決めたことが本当に節分までにそれが自分ができるのかどうかっていう、ね、うんうん、自分との戦いだしさ。僕はもう自分の可能性を信じてるから自分は絶対やれるって信じてるけど、うん、でもまあ実際蓋を開けてみるとさ、いろんな仕事が舞い込んできたりとかさ、うん、するから本当にできるかどうか分かんないけど、はい、でも自分は絶対2月の3日に思い描く世界観っていうのがあるから、うん、そこに自分は到達してると決めてるんだよね。そうなんですね、うん、そこを毎日1月3日はこうするとか4日はこうするとか決めてらっしゃるんですか。決めてるね。あ、そうなんですね。そうだからこの、ね、短期競争、本当に 100m 競争みたいな感じだよ、はいはい、2月の3日まで、はいはいはい、この中で自分がやり遂げること、成し遂げることというのを決めてるから、うん、まあ、実際果たして2月の3日まで自分の思い描く世界観を描けるのかどうかっていう、まあ、一つの自分の中で一つ貸してる部分があるよね。めっちゃすごいっすねこれ皆さん、あの多分今までやったことないと思うんですよ、うん、この2月3日までにどういうスケジューリングでいくかっていうのを決めたことないと思うんですね、うん、だって人生は全て、もう毎回言ってるけどさ、もう逆算していかないと、うん、全てゴールから計算していかない限り何もできないさ、うん、そうですね。そうだから自分の中ではその短期計画として2月の3日までに絶対これを成し遂げる、やり遂げるというふうに決めてるから、あとはもう自分との約束だからさ、絶対自分はこれをやるんだってことをやってるよ多分。そうなんです。でよかった、もうこれで2023年第一関門はクリアした、はい、あとはこっから残りの11ヶ月間、うん、もう自分のね思い描く、ね、2023年の誕生日っていうのはまだあるけどね、誕生日までにこれをやるっていうのも決めてるから、次はもうそこにシフトしていくわけだよね、うん、なるほど。じゃあそのためにはまず2022、うん、振り返り、そう振り返ってやっぱ内観して、内観する、ね、2022年一体自分にとって何だったのだろうかって。だからそれは頭で考えるんじゃなくて、やっぱ紙とペン用意して、はいはい、2022年一体あなたにとってどういう1年だったのってことを絶対振り返らないといけないよね。それ大本の振り返り方ってどうやってやってるんですか。あ、もう何も考えない、何も考えずに紙とペン持って思いついたことをブワーって書いていくんだよ。何でもいい、何でもいい、全部書く、何でもいいよ。あ、そうなんですね、うん、それを書いてるうちに、うん、もうなんかゾーンに入るみたいな感じ。あ、完全に入ってく、あのライティング入ってやつがあるんだよ。ライティング入って、もう書いてるうちにもうどんどんもうなんか自動書記みたいにバーって書いてる、はい、そうなんですね、うん、これぜひやってほしいですね、うん、で自分の2022年どういうものだったのか、
ていう言葉をつけて、いや本当にねそう思いますね。だから前も言ったけどさ、はい、壁にほら、うん、でかい模造紙貼って、ね、はいはい、そこに書き殴るなんていう話しましたけど、ビジョンを広げようってやつ、そう、まあそれでもいいし、はい、あとはねどっか温泉行ってもいいし、うん、まあどこでもいい、もうこれは別に時間と場所ね、うん、どこでも何でも構わないので、うん、とりあえず自分で内観してみて、うん、2022年自分にとって一体何だったんだろうかと、うん、今年1年自分は成長できたんだろうかっていうね、これすごい重要なことなんだよ、ものすごい重要、うん、だって2021年の12月30日、2022年の12月30日、この365日経った1年という長いスパンの中で、一体自分は本当に成長できたんだろうかどうかってすごい重要じゃない、うん、中には退化してる人もいるからね。一体2022年という年は自分にとって一体何だったのかってことを振り返る。だって振り返らないと2023年迎えられないよ、うん、あそうっすね、だってまた同じ失敗するよ、うん、そうですね、だから同じ失敗しないように、はい、後悔しないように、うん、2023年自分がどう生きていくべきなのかってことを今一度見つめ直していくっていうのはやっぱ重要じゃないのかなと思うよね。そうですね、うん、この見つめ直した末に最高の2023年を計画する時間を取ってほしいと思います。ありがとうございます。動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして LINE 公式アカウントも新しくなりましたので、新しくなりましたのでよろしくお願いします。登録お願いします。チャンネル登録はここ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 楽しい。